はい、まよりこチャンネルです。はい、チャンネルです。本日はスカッシュの動画撮ろうと思うんですけど、はい、何を持っていらっしゃるんですか？ボール、今日はボールの紹介ですよね。バディは夏は暑く冬は寒いのでボールを使い分けてるんですよ。室内競技なんですけど、はい、季節によってね、うん、ボールの弾み具合が全然違いますもんね。真夏と真冬スカッシュね、うん、意外と種類があるということで、はい、説明っていうか紹介してもらおうと思ってですね、はい、ボールをね、うん、かき集めてもらったんですけど、かき集めて、はいはい、今持ってるやつ以外にも、はい、まあなんかあるのかちょっと分かんないんですけど、うん、ありますね。でもなかなか販売してないんじゃないですかね。じゃあね、今日は用途、まあ、種類別で今日は紹介してもらおうと思うんで、はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあですね、はい、まず、うん、一般的なやつからいきますか。はい、はい、ダンロップのね、はい、ダンロップのもので後ろは2ドット、はい、まあ、これがね、はい、まあ、公式球というか、はい、スカッシュやってる人は、まあ、これが一番よく見るやつですね、うん、はい、そうですね、ですね、これで結構試合とかね、だいたいこれですよね、試合ね。でたまにグラスコートになるとたまたま持ってたんですけど、白いね、はい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 、はい、このこれはなかなか、うん、使うことないですよね、うん、日本でもあんまり見ないですよね、うん、でもね、最近なんかコートね、グラスコートとかいっぱいできてるからね、使う機会増えるのかもしれないですけどね、うん、あと、まあこれも白いんですけどね、これもこれはちょっと海外行った時にちょっとコーチで会った時に使ってたボールで、これは記念に買ってきました、はい、これが多分主流ですかね。で、あと今度これですね、はいはい、ダンロップ、はい、あれは文字が違います。文字が違いますね、プロではないです。なんて書いてますかね、コンプレッションみたいな、はい、そういうのですね、はい、これはその何ですかね、この2ドットのプロよりもちょっと弾みがあるんですよね。なのでレッスンとか練習級に使ってますね。メンバーさんはこの大体このワンドットボールで、だから寒いとかなんかボールが弾みにくい時はこっちを使って練習してますね、はい、冬場はちょっときついですもんね。でバディそれでも跳ねないので、ちょっともう使いすぎてツルツルなんですけど、はい、ブルードットテッカテカですけど、テッカテカでしょ、もっと跳ねますね。これがもうここではとても ありがたいボールですね。ただね、もうこれがね、だんだんもうなくなってきてね、はい、あとはメンバーさん頑張れってとこですね。で、もう一つ、はい、もっとこれ一番なんかでかいですけど、でかいでしょ、マックスって書いてます、はい、マックス、これね、普通のボールよりちょっと一回り大きいんですよね、サイズが。あー、でけえ、わかります？はいはいはい、はい、で、よりもっとボールが弾む感じなので、まあ、体験に来られた方とか、まあ、ジュニアで使ったりとかしてますね。スカッシュ初めてやるとやっぱりこうボールが弾まないのがすごくみんなびっくりされるじゃないですか。で比較的まあ弾むのでこれを体験とかに使ってますね、はい、まあね、最初スカッシュやるのにね、うん、跳ねなくてラリーが続かないとか、うんうん、まあ、寒いコートで跳ねなくて練習にならないとか、楽しくないよね、楽しくないですよねしくないと思うんですよね。まあ、そういう時にね、まあ、ちょっとね、今数が限られてるって話もありましたけど、はい、まあ、それをねちょっと手に入れられれば、はい、まあ、ちょっと寒くても、うん、暑くても、はいはい、快適なスカッシュライフが、うん、そうですね、うん、使い分けて練習してみるのもいいかなと思いますね、うん、じゃあね、はい、ちょっとざっと、まあ、ボールの種類というか、はい、まあ、違いを説明してもらいましたけど、うん、はい、ボールの種類多いんで、うん、ちょっと聞いてみてね、あ、ワンドットちょっと使ってみようかなとか思ったらね、まあ、ちょっとあるか分かんないですけど、そうですね、まあね、赤とかも、赤とか緑とか青とかあったような気がするんですけど、はい、なんか調べたら出てくるかもしれないですね、はい、そうですね。では本日はボールの種類紹介動画でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。